えのちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。この城とサバっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございました。本日の食材がこちら。この城とマサバ。っていうことでね、いいサバが売ってたんですよね。思わず買ってしまいました。で、今日買ったサバ、マサバなんですけど、マサバは、この秋から冬にかけて、脂が乗って、とっても美味しくなってくる魚です。取れる県とか、あと取れる海域とかで、脂の乗りがもう全然違うんですよね。サバっていうのは大きさじゃないんですよ。大きければ脂が乗ってるって思ってる方は、大間違いです。大きくても痩せてるやつは痩せてるんですよね。で、あとその隣にこれ、この城も売ってたんで、この城も食べたいなと思って買ってまいりました。そして今日この城とマサバがあるってことは、酢の物でいきたいなと。大好きなんですよね。この城の酢の物としめサバ。今日はこの城の酢としめサバで一杯やっていきたいと思います。じゃあそしたら、マサバからいきましょう。これ6匹いるんですけど、皆さんどれが一番脂乗ってそうと思います？さあ、この中でどれが一番脂乗ってますかね。で、脂の乗ってるサバの見分け方なんですけど、サバに限ったことじゃないんですけど、顔が小さい魚、顔が小さいというかね、なんか目が小さいというか、そういう魚を選ぶと、当たりが多いですね。なんでかというと、どんだけ脂乗って太ってきても顔は脂肪つかないんですよ。なので胴体が大きくなって頭だけ小さくなるんですよね。で、あとはサバの場合はこの背中のこんもり具合じゃなくて、こっち側お腹の丸み。ゴマサバはこうずんぐりむっくりなんですけど、マサバはね、ゴマサバに比べてこうシャープなんですよね。お腹がシャープなんだけど、そのシャープさの中にもこう丸みがあるやつ選ぶといいですね。で、一番わかりやすいのが、お腹を触って硬いやつ選んでください。マサバはね、これで一発でわかるような気がします。脂が乗ってくると、この腹の大トロの部分が太くなってきますんで、硬いんですよ。脂の乗ってないサバはね、腹身もペラペラなんで、ふにゃんふにゃんなんですよ。僕個人的にね、いいなと思うのは、これ候補ですね。こいつと、みんなクオリティ高いんですよ。みんなクオリティ高いけど、その中で選ぶんなら、こんな感じですかね。2グループに分けるとすると、1群2群って感じですかね。よし、そしたら頭取って内臓を出していきましょう。まずは2群から。じゃあこっち側は、切り身にしちゃいたいので、2枚おろしでいきましょう。2枚おろしは、胸びれの上、ここですね。ここからザクッと落とします。こうですね。そしたら、まあこれは好き好きなんですけど、この腹びれ。腹びれもこうやって取っちゃいます。こう開いて包丁で押して尻尾をグッとこっちに持っていく。そうすると腹びれきれいに取れます。そしたらお腹を割って内臓脂肪を出していくと。これ内臓脂肪ですね。あ、ちょっと少ないなと思うんですけど、これでも十分油ありますからね。わかりやすいようにじゃあ内臓脂肪と一緒に並べていきましょう。2匹目、でこう腹割って、でこう開いて、でここでこうやって血合いも取っちゃうと楽ですよね。あ、これ2群の中では一番脂ありますね。ほら、一番脂ある。これが2群のサバ。真ん中が一番脂ないですね。一番脂あるのはこいつ、一番最後のやつで、中間がこれでしたね。はい、そしたら軽く洗いましたら、おろしてみましょうか。2枚おろしなんで、片身だけ外します。できるだけ立ち数は少なく、こんな感じですね。2匹目、3匹目、こんな感じですね。まあそうですね、60点ってとこですね。あれ、もっと脂あると思ったけどな。やっぱまだちょっと時期が早いかなって感じですね。じゃあお次、1群行きましょうか。さっきよりは多少は油持ってるはずです。じゃあまずこの子から、一番小さい子。ほらほらほら、もう腹の厚さがね、全然違うんですよね。お腹のこの厚さ、そして内臓脂肪もたくさん入ってますよね。2匹目。おー、これもいいな。これもいい。でも1本目の方がいいですね。で、この段階で膜切っちゃって、カリカリカリで、血綿を取ると。一番いいだろうと思うやつ。僕食べるんならこの子が一番いいな。あれ？内臓脂肪そんなない。あ、でもね、お腹は分厚いんだよな。
難しいね。内臓脂肪だけで言ったら1本目が一番良かったですね。難しいな、サバの目利きは。よし、じゃあこっちは3枚におろしていきましょう。下入れて、上入れて、尻尾に刺して、ビュッとやって開くと。反対側も一緒。下入れて、上入れて、できるだけ一立ちで。で、尻尾入れて、おろしていくと。こんな感じですね。サバは身が割れやすいんで、できるだけ一立ちで。そうすると身が割れません。これ一番いいな。カメラ越しじゃね、多分色味とかで分かんないと思うんですけどね。やっぱしっかりしてますね。腹がすごいしっかりしてる。こんな感じですね。あまりカメラ越しじゃ分かんないですね。でも結果的にさばいて一番良かったのは、一群の一番小さいやつが一番物良かったです。この子でした。皆さん分かりましたか？僕はね、分かりませんでした、ここまでは。というわけで今日はこの子をしめさばにしていきましょうか。よし、そしたら次の工程いきます。しめさばっていうのは、この状態のさばを酢にぶっこんで締めても美味しく出来上がりません。一度塩を振って水分を抜いて、そしてお好みのお酢につけていくと。今日はネットの記事で見た砂糖でも締めるやり方、それに挑戦していきたいと思います。まずはサバの身にお砂糖ですね。全体的にかかるぐらいで OK みたいですね。あんまりかけすぎても効果ないんですって。上限があるみたいですね。これ以上も抜けないよっていう上限が。表裏かけていきます。甘くなっちゃわないのとか思うんですけどね。そしたらこれを1時間冷蔵庫に置いていきます。1時間暇なんで、その間にこの白さばいていきましょうか。で、この白っていう魚、これ不思議な魚でね、大きくなればなるほど値段が安くなっちゃう魚なんですよ。それに出世魚でもあるんですよね。前さばいた新子、あれが一番貴重です。で、新子の大きさがだいたいこのぐらいですね。4センチから5センチぐらいのものを新子と言います。で、これが7センチから10センチぐらい、このぐらいになると小肌という名前になります。で、小肌がズズズズズと大きくなって13センチぐらいになると中積みと言います。で、これ以上大きくなるとこの白という名前になります。なんで4段階名前があるんですね。なんで今日のサイズは小肌よりちょっと大きいサイズ、中積みとこの白の中間って感じですね。そのぐらいのサイズ感のものを買いました。そしたらまず鱗を取ります。この鱗を取る作業がむちゃくちゃ大事です。小肌ってお魚はお寿司屋さん行っても、お寿司屋さんの腕が如実に出るお魚と言われてます。小肌がうまい店はもう間違いないよと聞いたことあります。それだけ手間で味が変わってくるんですよね。で、その手間の第一工程、この鱗を取る作業、ここ本当に大事です。この白見てもらうと分かるんですけど、鱗めちゃくちゃ強い魚です。この鱗が残ってると、どんだけ美味しい味付けに仕込んでも台無しですのでね、鱗はしっかり取りましょう。で、この白が乾燥してると鱗がカピカピで取れないので、その場合は水につけておくことですね。新子とか買った時もこの氷水の中に入ってたじゃないですか。多分あれはね、鱗がカピカピにならないようにっていうのが一番の理由だと思うんですよ。あと塩水で冷やしておくと全体的に魚体が冷たくなるんで、まあ、そういう効果もあるんでしょうね。で、これをどん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 鱗取っていきます。このラインとかここのライン、ここ見落としがちなんで、ここ重点的にいきましょう。あとこの尻尾のここのラインですね、ここです。こういうところをしっかりと。よし、そしたら鱗が取れましたら、こちらおろしていきますね。まあ、このサイズなんで3枚におろしていきます。小肌とかだと腹開きにしちゃうんですけどね。このサイズは3枚おろしていきます。で、頭を落とすときはこの黒いところ、ちょうど目印がありますね。ここに包丁を入れて、まっすぐに包丁を落とすと。こんな感じ。そしたら次は腹を取っていきます。で、お腹割るときはこう入れないです。なんでかというと、こう見てもらうとわかるんですけど、すごいシャープなんですよね、お腹が。で、シャープかつ、もうほぼ骨なんですよ、ここら辺。なので、この白も小肌もそうなんですけど、ここら辺で一回まっすぐ包丁入れます。ほら、わかります？この硬さ。もう全部骨なんですよ。あ、これよく見えるな。ほら、骨がすごいですよね。で、片面だけ切れました。そしたら、ここから包丁をぐっと中まで入れて、内臓をえぐります。そしたら、
そのまま下を切り取ると。こんな感じ。そうすると、切り口がシャープに内臓が取り出せます。頭落として、1、2、3って感じですね。こう、1、2、3と。で、これこの白だけじゃなくて、マイワシとかのお腹出す時にも有効ですよ。すごく仕事が早いですね。さっさっさっと。そしたら綺麗に洗っていきます。はい、このように綺麗になりましたら、次は3枚におろしていきます。ひと立ちで、大名おろしていきましょう。よいしょ。で、腹骨をすくと。あ、うまそうなこの白だな。このぐらいのサイズがうまいんですよ。こんな感じですね。いい音しますよね。これ骨が切れる音なんですよ。このシロっていう魚はもう骨がとにかく強い。身の中にも骨が入り込んでるんですよね。なので酢漬けにして骨を溶かしてあげると、そういう食べ方をすると美味しいんですよね。骨切りして塩焼きとかでもいいんですけど、僕はねやっぱ酢の物が一番好きですね。僕ちっちゃい頃この城の塩焼きが結構家で出てきたんですよ。好きじゃなかったなぁ。お、こいつ油ある。すごいこれ美味しそう。今までで一番油持ってますね、こいつが。この白くてピーンとしてますよね。はい、このように3枚におろせました。そしたらこちらも塩で締めていきます。ただ、この白、とっても身が薄いですよね。なので、塩振っちゃうと、すごい一気にグンと塩が入っちゃうんですよね。なので、塩水に漬け込んで、ゆっくりと塩入れていきます。お塩。だいたい海水よりちょっとしょっぱいぐらいでいいと思います。で、そこにこの白を入れると。すごい、油が浮いてますね。そしたらこれで冷蔵庫に入れて、まあ、1時間ぐらいでいいかな。塩を入れていきます。はい、では1時間経過しました。この白はもうバッチリですね。これ若干透き通ってきたの分かりますかね。透き通ってきて、こう表面がヌルヌルしてきたら OK ですね。あとこれ水分を取っていきましょう。で、砂糖漬けにしたサバですね。こちらもいい感じに水分が抜けてますね。あ、すごいな。砂糖でも水分抜けるんですね。これはね、知らんかった。で、これを洗っていきます。さっと。そしたら水気取って、で、次はお塩。お塩を両面に振って、そしたらこちら冷蔵庫で1時間寝かしていきたいと思います。その間に合わせ酢を作っていきましょうか。はい、そしたら合わせ酢は、今日はね、米酢。はい、米酢が入りましたらそこにお砂糖を少し。で、混ぜ、混ぜと。そしたら昆布も刺しときましょう。これで合わせ酢の完成。この白だけ先につけちゃいましょうか。で、ラップを落として、上の方にも酢が行き渡るようにします。僕、この白は欲疲れが好きなんで、しめ鯖ができると同じタイミングで食べていきましょう。これは冷蔵庫で眠ってもらいます。はい、そしたら鯖1時間経過しましたら、塩を洗い流していきます。もうさっとね、さっと。流水にくぐらせて、さっと。OK。そしたら水気をしっかりと切りまして、酢に漬け込んでいきます。うわ、すごい。もう油がぷわっと浮いてきましたね。これよ。これこれ。これはうまいよ。で、同じくラップで落とし蓋。そしたらこちら1時間漬け込んでいきたいと思います。それじゃあ1時間後に移動。はい、では1時間経過しました。さあ、どれどれ？お、この白抜群ですね。これこれ。だいぶ水分が出て酢が濁っちゃいましたね。で、サバですね。うん、サバもいいですね。そしたらこの白は揚げといて、で、しめサバは水分を取ります。はい、水分取れましたら、まだ鎌がついてますんで、鎌を外します。そしたら腹骨もついてますんで、腹骨もここですいちゃいます。腹骨とか鎌とか取った状態でつけても大丈夫ですよ。その代わり腹骨を取った状態で酢につけると酢の周りが早くなりますね。で、僕は今日このまま切って食べますけど、アニサキスが心配な方、そういう方はこちら一度冷凍してください。冷凍するとアニサキス死んじゃいますんでね。アニサキスが怖い方は冷凍しちゃってください。でも冷凍すると味が落ちるんだよな、しめ鯖って。まだ難しいところですよね。はい、腹骨と鎌が取れましたら、ここに血合い骨が入ってますんで、
血合い骨抜いていきましょう。僕この斜めタイプのピンセット使うの苦手なんだよな。でも血合い骨を抜いちゃいます。血合い骨はこっからここまで入ってます。尻尾のあたりはほんとちっちゃいです。サバの塩焼きやなんか食べるときもそれを意識して食べると食べやすいと思います。大きい骨はこっからここまで入ってます。そしたら次は皮を剥いていきます。サバにはこうやって薄い皮がついてます。それをピロピロピロっと頭の方のここから取っかかりを作って剥いてください。これはね口の中残りますんでね、必ず剥いてください。そしたらこちら切って盛り付けていきましょう。ちょっと今日はあしらえなくてごめんなさい。殺風景かもしれませんけども、ここで1個入れて切り落とさずにこういく、1個入れて切り落とさずにこう、1、2。しめ鯖ってこうやって切ってあること多いですよね。なんでこう切るんだろう。僕は多分アニサキス対策とこの隙間にニンニクとか生姜とか挟むと美味しいっていうのでこういう切り方をしてるんだろうなぁと勝手に自分で思っております。三枚おろしの状態だとあんまりわからなかったと思うんですけど、こうやって酢で締めてお刺身に切ってみると脂乗ってるのわかりますよね。これはいいサバですよ。よし、そしたら次この白、この白は皮ついてません。これ一口でガブッと食べても美味しいんですけど、うん、半分に切りましょうか。半分に切って切れ込み、こんな感じ。半分に切って切れ込み入れて折り曲げてこうで、こんな感じ。どうでしょう。はい、この白とマサバの締め物の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。結構時間かかった。こちらです。じゃあまずは、この城からいきましょうか。まあ、この城っていうか、ほぼ小肌なんですけどね、このサイズは。醤油にちょっとつけて、いただきます。うわ、うめえ、これ。この城レベル高っ。これ、いいこの城だ。うまい。こう、つかり方も、ちょいレアでうまい。もう半生がうまいよね、こういうのって。お次は、サバです。ちょんちょんとつけて、いただきます。これは、完璧だな。これ天然のサバなんですけど、油のレベル的に言うと、75点って感じですね。僕は締めサバにするときは、もう100点満点の油ギットギットのカッチカチのやつより、50点から70点ぐらいの、程よく油の乗ったサバの方が、サバ本来の風味とか旨味が味わえて、締めサバは好きですね。めちゃうまい。はぁ、これはうまいわ。はい、ということで今日はこちらのしめ鯖とこの城の酢の物ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつこいつでいきます。もうこれは銀色でしょう。それか霊酒、二択ですね。よいしょ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。これ飲んだら冷酒行こう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は油の乗ったマサバとこの城を使って酢の物を作ってみましたけども、やっぱ酢の物と酒は合うね。で、正直これ後取りなんですけど、僕この撮影の後にプライベートで全く同じ方法でしめサバ作ったんですよ。で、美味しすぎて1日でしめ鯖2枚ぐらい食べたんですよ。で、調子乗ってちょっとレアめに作ったんですよね。そしたらアレルギー出ました。アレルギーっていうかね、サバとか青物にはヒスタミンっていうこうタンパク質みたいなこうアミノ酸の一種なんですけど、そういう成分が入ってるんですよね。で、僕そのヒスタミン中毒って言ってね、よくね当たるんですよ。サバだけ僕めちゃくちゃ当たるんですよ。今までで4回5回ぐらい当たってますね。で、今回もそれ当たって、もう1日熱が出ても大変でしたね。熱が出るし、この耳の裏とかこう首元とかがむちゃくちゃ痒くなるんですよ。なんで皆さんもね、しめサバ食べる際は食べ過ぎないように。でもサバに当たってえらい目あったんだけど、なんかもう二度と食べたくないなとかは思わないんだよな。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。